すいません、ファミ吉ください。惜しいんだな。どうもこいこいです。今日はですね、勝てる場所で勝つということでやっていきたいと思います。まあこれある方の名言なんですけど、まあ今回は私が好きなの名言、まあ有名人の方とか、また漫画の名言とかを、まあ、ちょっとご紹介しようかなと、まあそういうことですね。でまず一発目、この勝てる場所で勝つなんですけど、これは林先生の言葉なんですね。もちろんそのいろんな方がこのことって言ってると思うんですけど、私は林先生が言ってるのを聞いて、あ、いい言葉だなっていう風に思ったってことなんですよ。で皆さんご存知ですかね、林先生って東大出て、塾の講師になって、で、CM でブレイクしてって言って、なんかトントン拍子でどんどんこううまくいってるような感じがするんですけど、結構苦労があったようなんですよね。大学卒業して入った会社半年で辞めちゃったりとか、なんか競馬で3年間暮らしたりとか、借金が1000万超えちゃったとか、なんかいろいろあったらしいんですけど、その中で勝てる場所で勝つってことを強くなんか意識していることになるらしいんですよね。で塾の講師を始めるらしいんですけど、借金まみれの時にお前教えるの上手かったじゃん、やってみないかみたいなことで始めたらしいんですよ。ただ林先生としては教えるのは得意だけど、塾の講師なんか絶対やりたくないと思ってたらしいんですよね。ただ借金とかもあるし、やらざるを得ないってことで始めましたと。でなんか数学とか最初教えてたらしいんですけど、やっぱり教え方が上手くて、好きじゃないけどすごい合ってるってことで、勝てる場所だなと思ったらしいんですよ。全然その好きだなとか、やりがいとかはなくて、とにかく勝てる場所である、俺が一番になれる場所であるってことは確信したらしいんですよね。でさらに細かいところでも勝てる場所をなんか探索していくんですよね。例えば数学を教えてたらしいんですけど、数学ってすごい先生が多いらしいんですよね。なのでこの中だと俺は一番になれないってことで、で現代文の先生を見るとそんな大したことやつがいないなってことで、ここだったら俺一番になれるってことで、塾講師が向いている、さらにその中でも現代文が向いてそうだって言って、そこにリソースを全て突っ込んだらしいんですよね。なので勝てる場所で最大限努力をするっていうことをしましたってことで、私はそこすごい感銘を受けたんですよね。でどうしてもできることを増やそう、できることを増やそうと思っちゃうんですけど、林先生はできないことを増やせと、できないことを増やして、そうすればできることってこれしかないなってことで、そこにリソースを突っ込むことで成功するんだっていう話なんですよね。でこれは私の20代の話なんですけど、私の20代の特に前半はすごいパッとしない人生で、入った会社もすぐ辞めちゃったりとか、とりあえず適当な職に就くかみたいなことを繰り返してて、で24ぐらいの時にインフルエンザで5日間休んだ時があったんですけど、その時の手取りが9万円でしたからねってことで、なんかこのやべえな俺って風にだんだんなってきたんですよ。このままじゃまずいってことでもがいて、何が俺にできるんだってことで、なんか英語かなとか簿記かなとかいろいろ勉強してるんですけど、なんかできること増やそう増やそうって言ってるんですけど、パッとしなくて、どうしたもんかなって風にこう思ってたんですよね。でそんな中 ExcelVBA に出会うんですね。でこれはたまたま私が電卓を2時間毎日叩かなければいけない仕事があって、それを苦痛でしょうがなかったんで5分ぐらいにしたいってことで取り組み始めたんですよね。で特に好きってわけじゃなかったし、別に大学とかでそのプログラムの勉強もしたことがあったんで、本当に初めてやるって感じだったんですけど、ここ一生懸命取り組んだ結果、ある程度作れるようになった時に、あ、ここは俺の勝てる場所だなって思ったんですね。少なくともその会社内においてそういったことができる人ってほぼいなかったので、ここは俺だけにしかできない領域だってことで、なんかもうのめり込んで、ここにもうリソースの全てを突っ込んでいたっていう感じなんですよ。でさらに数年してなんか AI の勉強もしようってことで、機械学習とかディープラーニングにも手を出して、最終的に転職して今AI のエンジニアやってるんですけど、そこまで突き抜けて勝てる場所でやったっていう、なんかそういう感じなんですよね。で、さらにこの YouTube 私2年ちょっとやってるんですけど、これ最初チャンネル立ち上げる時も何をすべきかって時に、やっぱ勝てる場所でやろうってことをすごく意識したんですよね。で最初はなんかゲーム実況いいのかなとか、毎日投稿できるしなとか思ったんですけど、でもやっぱりゲーム実況とかレッドオーシャンで、そもそももう勝てる可能性が非常に低いんですよ。なのでブルーオーシャンってどこかなって思った時に、 Excel とか Python とか、そういったことを教えるとか、なんかちょっと面白いことするってことをしてる人ってほとんど、いなかったので、ここがブルーオーシャンだし、そもそもその Excel とか Python が好きだから、チャンネルやるんだったら間違いなくそこだろうなっていう風に、そこが多分勝てる場所だろうと思って、やり始めたってところはあるんですよね。なのでこの林先生の勝てる場所で勝つっていうのは、本当に自分の五臓六腑に今舌巻きましたけど、五臓六腑に染み渡ってて、常にこれは意識するっていう風になんかしてるんですよね。で続いての名言なんですけども、こちらですね。ないもんねだりしてるほど暇じゃね、あるもんで最強の戦い方探ってくんだよ一生な、っていう、これはアイシールド21の蛭間陽一の言葉なんですけど、この言葉も私はもう大好きですね。
多分これ初めて知ったのは私学生の頃だと思いますけど、まあ、これもゴゾロップにね染み渡りましたね。まあ、アイシールド21簡単に説明すると、あのまあアメフトの漫画なんですよ。でこの蛭間陽一っていうのがまあ高校で、まあ、ほとんど部員もいない中からまあいろんな人スカウトして、まあアメフト部立ち上げて、まあどんどん大会で勝ち上がって最終的にまあ全国大会で優勝みたいな話なんですけど、でやっぱりできたばっかりのチームだし、まあちょっと寄せ集めなところがあるんで、まあ他の名門校に比べるとやっぱり環境も整ってないし弱いんですけど、でもそんな中でももうやれることをやるんだと、もう奇襲したりとか、まあ、いろんなトリッキーな作戦も考えるし、まあ、この尖った能力がある人のなんか生かすような作戦を考えてるってことで、もうとにかくあるもんでやっていくんだっていうのがこの蛭間陽一のまあそういう言葉なんですね。まあ簡単に言うとですよ。でこの言葉に感銘を受けたのは学生時代でしたけど、まあ腹に落ちるようになったのは、まあ体感として腹に落ちるようになったのはあの YouTube 始めるようになってからなんですよね。まあ YouTube 始めた初期の頃、Excel の関数の動画とか最初出してたんですけど、まあ見てもらえないですよ。無名中の無名なんで。で私なんかその Twitter とか他でなんか活動してて YouTube やりましたとかだったらまだ最初初速あるんですけど、全くの無名からやってるんで、もうどうあがいても、 もう再生数が5とかしかならないんですよ。でようやく見てもらえたのに低評価、これ低評価のつもりなんですけど、低評価2ってついていたとかして、あもう全然ダメだなって言って、やっぱりこの時はまあ心が折れそうに、まあ、なってたんですね。そうするとあもっと Excel のこと知ってなきゃダメだとか、もっと Python のこと知ってエンジニア経験が何年もなんかなる人じゃないとやっぱ成功しないんだって風にどうしても思っちゃうんですよ。まあそんな時にこの言葉を思い出すんですね。ないものねだりしてる暇じゃねえと、あるもんで最強の戦い方ってなった時に、じゃあまあ Excel の神みたいには私はなれないと。でもなんだろう、普通に教えるんじゃなくてちょっとボケたりとか変なことしてあの面白おかしくすることぐらいできんじゃねえかとか、まあ、なんかいろいろ工夫するようになるんですよね。もうあるもんでとにかくやっていくんだと。で、まあ、そんなことを繰り返しているうちに思ったことなんですけど、このここではあのこれ剣のつもりなんですけど、どんなことも武器になり得るんだってふうに思ったんですよね。で例えば私これ絵描いてるじゃないですか。でこういう紙芝居みたいなことをやりたいって言ったら、普通に考えて絵が上手い方が得なんですよ。どう考えたってそっちの方がいいんですよ。でも絵が汚いっていうのもこうある意味味があっていいなって言ってくれる人もいるわけで、そこも武器になり得るんですよね。絵が下手ってことに助けられることもあるんですよ。なので絵が上手いも武器なんだけど、絵が下手ってのもまた武器なんですよね。超真面目に分かりやすくプログラミングを教えるってことも武器ですけど、バカな話してなんか面白いことやってるってのもまた一つの武器ってことで、すごいそこは思うようになりました。どんなこともここでは武器になり得るっていう風に思いましたね。まあ、なのでこのあるもんで最強の戦い方探ってくんだよ一生ってのは本当にそう思います。一生なってのがもう特にこのこれからもそうなんだなっていう風に本当に身に染みてますね。まあ、例えば病気とかでも、私大病を患ったらもうすぐにサブチャンネル立てますよ。もうこれはもう明言しておきますけど、あの病気だって普通に考えればマイナスなんですよ。でもそれすらもプラスにできるんだと。でその病気治すにはどうだとか、こういう食生活をしてるんだとかってことを発信して、ちょっとでもまあ役に立つとか、まあ気持ちがなんかね軽くなってよって方がいるんだったら、やる価値があるってことで、僕はそれすらも武器にしてやっていこうって、まあそういう気持ちになってますね。でまあ続いての言葉なんですけど、これですね。人の夢は終わらねえってことで、これはマーシャル・ディ・ティーチっていうこのワンピースのキャラクターの言葉なんですけど、まあこれに関しては人の夢は終わらねえって言葉だけじゃなくて、そのマーシャル・ディ・ティーチ、まあ黒ひげって言うんですけど、まあ黒ひげのこの生き方というか、この特にその生き方の中でも、まあ、忍耐力とか、まあ、自分のことを知っているってことに関して私はあの非常にこのキャラが好きなんですよね。まあ、すごい悪さするキャラなんですけど、そこが好きなわけじゃなくて、まあ、そういった部分が好きなんですよね。でこの男は自分の体を知り尽くしてたんですよね。でこの闇の実っていうこう悪魔の実の能力をずっとこの男は求めてたんですよ。でそれは自分の体質から言って、その闇の実っていうのをこう手に入れることができればもう活躍することができるっていうのをもう確信を持ってたんですよね。なのでとにかくこれを手に入れることで俺の人生は激変するってことを、まあ、知っていたんですよね。でもそれって自分のことをよく分析して、自分ってこういう人間だってことを知ってたからできることだと僕は思うんですよね。普通に考えればこの身はものすごい弱いっていうか、なんかそんな強くない身だと思うんですけど、まあティーチの体に合ってるってことを知ってたんですよね。でこの身を手に入れるために黒ひげは何をしたかっていうと、まあ白ひげっていう白ひげ海賊団ってとこに入るんですね。でこれはまあ現代で言えばそのもう大きい会社ですね。もう大企業みたいな会社で、そこにいることでその身が転がり込んでくる可能性が最も高いと踏んで、あの無理言ってここに入って、あの20年以上その身を探し続けるってことになるんですね。でこの忍耐力がすげえなと思うんですよね。
普通3年4年して手に入んなければもうなんか諦めそうなもんですけど、20年ずっといつか転がり込んでくると思ってやってたってのがすげえなと。でその間に若い優秀なやつとか出てくるんですよ。まあエースっていうやつとか出てくるんですけど、でその子が先に出世したりするわけですね。で気使われていいのか俺でみたいに言われても、いいんだ俺はそんな野心がねえからっつって、まあニコニコかわすんですよね。でそれが俺はかっこいいなっていうふうに思っちゃうんですよね。なんか中年の星ですよね。もうどん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 若い子に負けてるけど、ニコニコしてお前優秀だからなって言ってるけど、自分の夢とか成し遂げたいことは密かにこう胸に潜めて生きてるってのがいいなって思うんですよね。でまあ20年ぐらい潜んでて、まあ、闇闇闇がついに白ひげ海賊団に転がり込んできて、まあそれを手に入れて、まあ自分の海賊団立ち上げるんですね。でまあその間にその手に入れた友達とか殺しちゃったりとか、白ひげ裏切ったりとか、とんでもないことするんですよ。でそこに関しては私はそのなんか尊敬してるとかではないんですけど、まああくまでもその過程ですよね。自分はこういう人間である、こういう体である、だから闇闇の実が自分の体に、ね、最も合ってて、それを手に入れたら俺の人生は変わる、だからそれを手に入れるんだ、そのためには10年も20年もあの忍耐して待ち続けると。で運が悪ければ諦めるけど、それを手にした時はその機を逃さないって思ってたって、ここが好きなんですよ。ここだけです。ここの切り取った部分だけが好きなんですよね。でまあさっき言った言葉の人の夢は終わらねえっていう言葉にまあ凝縮されてて、私はそこがやっぱりね感銘を受けちゃうんですよね。まあなので私もこの毎日がこのなんだろうな、漠然と過ぎていったとしても、まあ何がしたいかっていうのは胸に持っておいて、そのチャンスが転がってきた時はその機を逃さないっていう風にまあしたいなっていう風にまあ思ったりはしますね、やっぱりね。はい、ということで私の好きな言葉をご紹介させていただいたんですけど、まあ皆さんもね好きな言葉とか大切にしてるなんかこう名言みたいなのがあると思うんで、まあぜひよろしければコメントで教えていただけると嬉しいなと思います。ということで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。